今日はですね、ちょっとまあ国会が昨日で閉まったということもありまして、しばらくね、国会に関連する話題は、まあ、止まるということなんですけど、まだまだね、政治的な話題っていうのはありますので、まあ、ちょっと今日はね、マイナ保険証に関連して、新しい機能というのが実装されまして、まあ、これがですね、ちょっとお笑いというか、また自身を自己否定するようなことをやり始めてますので、ちょっとそちらをね、ご紹介していきたいなと思います。まあ、こういうなんか類のアホらしいやつって、まあ、ものだったり、あとは重大な決定っていうのをなんか国会会期末が近づいてね、もう野党から質問がなくなるようなタイミングで発表したりとか、こうやって国会閉まった後とかによく発表されがちなんですよね。まあ、そうしてそういう時に発表される政策内容っていうのは、まあ、ろくでもないっていう話なんですけど、まあ、ちょっとそれをね、裏付けられるような話でもありますので、まあ、そのあたり、ぜひ聞いて、最後まで見てもらえればなと思います。で、本題に先立ちました、チャンネル登録、ぜひですね、よろしくお願いいたします。8万人まで、ブイブイ行きたいなと思ってますので、よろしくお願いしますね。ちょっと早速本題に入っていきたいんですが、マイナーカード関連の話題でもね、僕結構、これ結構、まあ、最初見たときに、トップ3ぐらいで笑った話で、今回のやつって。で、どういう報道内容かっていうと、マイナ保険証を目視確認円滑に、高齢者に対応、混雑回避というタイトルの時事通信の記事が、一昨日の22日の14時31分に配信されてるんです。で、これ中身はですね、タイトルの通りなんですけど、マイナ保険証において、目視確認モードっていうのを強化する機能を実装するっていう式なんですね。はい。これね、自己否定なんですよ、完全に。なんで自己否定かって言ったら、マイナ保険証ってどういうものかって言ったら、まあ、全然使われてないんでね、みんなも知らないと思うんですけど、カードリーダーがあるわけじゃないですか。で、カードリーダーにカードを差し込みますと。で、差し込んで、パスワードを選ぶか、顔認証をするかっていうのを選ぶんです。ただ、ここでマイナ保険証って、主には顔認証が選ばれることが多くて、なんでかっていうと、マイナカードのパスワードを結構ね、忘れるっていうのがやっぱあるんですよ。で、あと、あれ忘れて、ね、なんかね、結構少ない回数でもう間違えたらロックかかって、自治体まで手続き行かないと使えなくなるみたいになっちゃうんで、リスクがあるわけですよ。顔認証でやろうとするんだけど、でも顔認証も顔認証でエラーが多いっていうのが、まあ、今起きてることなんです。うん。で、これによって、お医者さんの受付の混雑が、まあ、ひどくなる時があったりして、医療機関からはかなりクレームが上がっているっていう、まあ、現状認識が厚労省の中にはあったんです。うん。で、ここで重要なのがですね、お年寄りの人が、まあ、主にこういうので苦戦するっていうような話が、まあ、事実上の記事にあるんですけど、これ高齢者が単純にパスワード忘れましたってあたふたしたり、顔認証読み取れません、あたふたしてますだけじゃなくて、今も実は目視確認で、マイナ保険証の受診できますように、できるはできるんです。なんでできるかっていうのは、ちょっとこの図を見てもらうと分かりやすいんですけど、まあこれ時事通信が、記事にしてるものなんですが、現行はただその一つ問題があって、ここでまあちょっと困りました、エラーになりましたって騒ぐと。なら、中にいる人が出てきて、目視で確認するんでしょ。あなたさん、マイナンバーカードの写真と、あなたの顔一緒ですね、となるんです。で、OK ですってなって、これ OK ですって言って終われなくて、システム上はここからもう一回戻ってレセコンで、この人本人ですっていうのを、まあ管理用端末を入力操作して、OK をしてようやく処理が終了するんでしょ。で、総合病院とかで言えば、こう、結構な距離あったりするんですよね。その回ったり動いたりするのっていうのが。で、結構ななんか頻度では、こういうことが起きるっていうので、まあ窓口の混雑が、まあ、裁くのに時間がかかる、滞留してる、迷惑だってなりましたと。で、ここで厚労省が考えたのが、システムを改修して、まあ、これ要はカードリーダーの方に、まあ、細工をしてですね、こう、一回こっちに来て、目視で確認して、ここで、まあ、作業員の人がピッて押したら、目視確認モードっていうので、この人が保険資格持ってる人ですって確認できましたっていうふうな処理をできますよっていう話なんです。で、これによって、往復しなくていいんで、
業務が効率化されました。システムによってデジタル化がすごくうまくいきました。DX が進んでますって言ってるわけですよ。めちゃくちゃでしょ。で、これの、ひどいところは何かっていうと、いくらマイナカードを推進するという立場、マイナ保険証素晴らしいとする立場だとしてもですよ、顔認証付きカードリーダーいらないってことですよね。いらないってことですよ。これね、顔認証付きカードリーダーって、なんかね、矛盾の象徴なんですよ。実は。これ知らない人はね、ぜひ知っといてほしいんですけど。いろんな矛盾をね、常に生み出してきたと言ってもいいんです。で、今回のケースで言えば、目視で確認してもいいよっていうふうにするってことは、もう、顔認証機能、看板通りしてるじゃないですか。言うたら。それやったら、もう、ね、極端な話、すごい簡易なカードリーダーがあって、ピッてかざして、そのカード自体が偽物の精巧で作られたものではないっていうのだけ確認して、で、そこでもうマイナ保険証があるかどうかわかるようにして、で、ピッて、こう目視でカードを見て、で、どうぞってやったら、いいわけですよ。僕はマイナ保険証いいとは思わないし、いらないと思いますけどね。金がかかってるだけなんで。保険証と同じようなフローでやればいいわけですよ。なんかその顔認証でこうぐーっとこうね、反応しない、反応しないとかっていうのをやってる、なんていうか、意義とか意味っていうのが何もないっていうことを自分たちで証明してしまったってことですよね。顔認証をどうしてもしないといけない理由って何もないんですよ。あれ結構高いカードリーダーですからね。1台15万とかぐらいしますから、その富士通とかパナソニックとかキヤノンとかのやつ、僕も紹介したことありますけど。で、それをね、補助金で全額税金で全医療機関にばらまいてるわけじゃないですか。税金の無駄ですよ。で、その矛盾の象徴って言えるのが、まあ、さらに言えば、今、先日来ちょっと話題になってますけど、その、携帯の契約で、なりすましスワッピングされる、SIM スワッピングされる。だから、第三者が勝手に契約を乗っ取るみたいなことが起きてると。で、なんでそんなことが起きてるかっていうときに、精巧に偽造された身分証を使って、その販売代理店の、まあ、目視確認を突破するからだっていう話ですよね。で、これは目視確認がダメだと。IC で確認しろ、IC で確認しろって言ってきたのに、まあその事実上、なんて言うんでしょう、逆行するようなこと言ってるというか、目視で確認していいよっていうふうな、レールルートをどんどん作っていっちゃってるわけですよ。これはね、まずいですよね。そう、政策としての一貫性が何もないわけですよ。で、その顔認証付きカードリーダーの話で言えば前も言いましたけど、そのスマホマイナンバーカードっていうのを新しく生み出すっていうのも、まあまさにその例で、スマホマイナンバーカードってあれどう考えても現在の顔認証付きカードリーダーに対応してないのは当たり前に見たらわかるんですけど、本人たちも認めてるんですけど、ね、顔認証付きカードリーダーを先に入れたもんだから、それを何とか使わなきゃっていうので、それをまた回収しますみたいなこと言ってるわけですよ。で、今回も目視確認用にシステムを回収しますみたいなこと言って、カードリーダーをね、その回収して、進化させようっていう発想なわけですよね。これすごい無駄なことをずっと言ってるわけですよ。顔認証っていうのはなりすましにおいて、なんかまあ必要全くないというか、まあその携帯のショップでの契約行為において、IC でピッてやるのか、まあ差し込むのかはともかく、やってカードが本物かどうか確認して、結局はまあカード見て目視確認するわけじゃないですか。で、その二重工程を挟むことで、シムスワッピングを防ぎましょうって話だと思うんですけど、もうそのやり方で、医療現場もやればよかったわけじゃないですか。仮にこれを肯定するにしても。だからなんでこの顔認証付きカードリーダー入れたのっていう話はね、もう今後ずっとついて回ると思います。まあ今この顔認証付きカードリーダーどういうことが起きてるかで言えば、まあね、車椅子に乗ってて近寄れないとかっていう人もいるし、こう、ね、距離感がちょうどいい感じしないといけないわけですけど、それがね、うまくいかないんですよね、なかなか。だから結構な時間ね、こう固定しないといけないって言われてて、それを、体制を維持するっていうのは難しいという人いるわけですよね。そう、しんどかったりとかっていうのもあったりして。うん。あとはね、認知症の方とか含めて、それがなんかこう、手続きとして、社会的に弱い立場というか、身体的に弱い立場だったり、精神的に弱い立場の人を考慮したシステム仕様じゃないわけですよ。舐めてるんですよね。これね、なんでこのフローにしたのか本当不思議なんですよ。で、ね、正確に言えば、携帯の乗っ取りか保険証のね、なりすましなるものをね、どっちがよりセキュリティ度合いを高めといた方がいいかで言えば、
まあ、携帯の方が損害被害でかいじゃないですか。保険の方って成りすまされても、本人自体の自己負担が結局あるんで、なんか別に乗っ取ったからといって、そんなにその、経済的損失を誰か第三者にもたらしたりっていうことはないわけで、顔認証っていう、なんか超厳格な工程を、なんでこの保険証の資格確認ごときに入れたのかっていうのはね、いや、これはね、やっぱね、ずっとついて回る話になるよっていうのの象徴例が今回のこの目視確認モードの導入というか強化が、まあ、これに該当しますよっていうことですね。このシステム改修で、正当に偽造されたマイナンバーカードで突破されないのかどうかっていうのはちょっと気になりますけど、多分そっちは大丈夫だと思うんですが、僕個人としてやっぱ気になるのはね、その、なんでこれ目視確認モードみたいなのをどんどん強化していくっていう流れになるんだったら、顔認証付きカードリーダーにしたの？カードで顔認証付きカードリーダーにした正当性って何なの？っていうことは、やっぱり尊ほしいなと思いますね。まあもう国会閉まっちゃったんで、この話題がね、臨時国会以降に急に話題になるかって言ったら難しいかもしれませんけど、まあここはちょっと重要な論点かなと思いまして、今日は紹介させていただきました。で、マイナ保険証じゃないとね、できないことってないんですよ。ずっとね、嘘ついてて、例えば高額療養費請求とか、そのいわゆる上限月の支払いのね、医療費の支払いの上限をこう設定する高額療養費制度っていうのがあるんですけど、それがマイナ保険証だったら、なんか自動で差配できるから、申請書とか書かなくていいみたいなこと言ってたりするんですけど、保険証でもできるんですよね。例えば。なので、マイナ保険証特有のメリットって言うたらないんですよ。逆にデメリットはあって、なぜかその薬局とかでね、医療機関も含めて、もう毎回のようにカードリーダーに差し込まないといけないんですよね。保険証だったら月1回でよかったり、薬局によればね、もう最初の1回だけでいいとかっていうところもありますけど、いや、本当にね、マイナンバーカードじゃ本当に迷惑系 YouTuber みたいなもんだっていうことをね、私も強調しておきたいなと思いますね。あと、まあちょっと脱足ですけど、マイナカード関連で、これ、行政の本気度みたいな話でちょっと話しておきたいのが、まあ、これは保険団体連合会さんの方でも、まあ、ホームページに載ってた内容なんですけど、今、マイナ保険証を使う量を増やしたら、補助金あげますみたいなことやってるじゃないですか。で、強化月間として、まあ、これ5月から7月に、マイナ保険証の、その、今後のね、先行きを決めるような、まあ、運動というか、政府としてここで何とかして、めちゃめちゃ利用率を上げて、みんな便利だと思ってますって多分言いたいんですけど、まあ、今、現状では最新のものでも、まあ、7%台ですね、5月のもので。僕もね、もうちょっと上がるかなと思ったんですよ。テレビ CM とかめっちゃやってるし、最近、鑑賞マニュアルっていうのをね、薬局とかで積極的にやってて、半ば強制的に登録させるみたいなことでもやってるから、もうちょっとなんか増えてるのかと思ったら、意外と増えてなくて。5月の強化期間の1ヶ月目で、なんか前月より1%ちょっとしか増えてないんで、苦戦してますね。あんなに金かけてるのに。で、まあ、それはさておき、まあこれ、補助金ね、僕が一番びっくりしたのは、ここなんですよ。申請不要ってやつなんですよ。一時金受け取るための申請不要って何回も強調してあって、これどういうことかって言ったら、日本で補助金でこういうことってまあないみたいなんですけど、保険証をどんだけマイナ保険証使ってくれたか切り替えたかで、金配る量変わるじゃないですか。で、それ普通申請書書かないといけないわけですよ。こんぐらい増やしましたみたいなの。企業の補助金とか何でもそうですけど、でもなんかこのマイナ保険証に関してはもう、あれですよ、申請書なしで、増やしたら分だけもうこっちで勝手に計算して振り込みますみたいな、めっちゃ懇切丁寧な対応するって言ってるんですよ。これ日本の行政の、なんか姿の、普段の姿からしたらちょっと考えられないというか、補助金が申請書なしで配るってね、すごいことですよ。なんかね、こういう補助金配る系って大体めちゃくちゃ渋るじゃないですか。まあ、企業系はまあまあまだマシかもしれないですけど、でも言うても介護とかに関連してもですし、点数加算とかも含めて、めちゃめちゃ申請書書いたりとかいろいろ頑張らないといけないわけですね。でも、マイナ保険証だけで、ね、ガバガバなんですよ。これね、そこまでやるかっていう、なんかこう、本気度を垣間見たなっていうところで、もう公金をいくら使ってでもいいから、自分たちのメンツのためにマイナ保険証の利用率を上げるんだっていう、その意思を伺わせますよね。まあ、ここでちょっとめんどくさくしたら協力してもらえないっていう、まあ、下心はあるんでしょうけど、まあ、ここまでやるかっていう感じですね。はい。ちなみにマイナ保険証の最新の利用率は7.73%ですね。5月は。厚労省発表のもので。これ過去最高に一応なってます。だから、ね、本当にね、僕も思ったんですけど、あんま増えてないんですよね。思ったより。びっくりしてます。ちょっと正直。まあ、でも薬局が増えてて、他はあんま増えてないんですけど、
薬局でやっぱね、トラブルになってるんですよ。これ僕も紹介しましたし、他のところでもね、東京新聞とかでも記事になってますけど、なんかこう、マイナカードがないと、薬剤が処方されないかのような誘導を受けて登録させられてしまったみたいな誇りとかっていうのは結構出てきてるんです。で、その薬局と患者、あとは医療機関と患者との信頼関係が毀損されたとかっていうケースも出てきてるし、薬局が謝罪文を実名で出さないといけなくなったっていうケースもありましたよということで、まあこれ9割以上の人が相変わらず使ってないっていうのはね、やっぱ本質的な問題があるのに、そこをなんか見向きもせずに、営業部隊が頑張ればええんやっていう、その発想をね、未だに抜け出せないっていうのはもう本当に舐めてるとしか言いようがないっていうことをちょっと申し上げてですね、本日の動画とさせていただきたいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。